ございます。はい、盛り上がっていきましょう。まずはハズレメタル VS ピンヤですね。はい、さあ、画像化逆ですね。お願いします。はい、3試合選手で行います。まず選ばれたのはブリムストン&ファイヤー、通常の、はい、通常の壁ありステージ、はい、マスターレイブン対ギガースになりました。はい、まず開幕のちょうど気になりますね。そうですね、はい、まずこの気合を感じることができるか。まず、うん、先に手を出すのはまずピンヤから。まずピンヤ、まずは下段から入っていきました。そして下段打ち合った後の次はもうすでに相打ちと、やっぱりこの攻めの姿勢ですよね、はい、ピンヤといえば。ガードしてる、ナイスガードからの反撃、アーリータックルですね。そして下段に行く、揺さぶっているのはハズレメタル 2P 側のギガス、うん、下段、おっと置いてあった。いやしかしここでいきなりレイジドライブ、しかもつなぎ、これコンボのつなぎ、これめちゃくちゃ減るやつじゃないですか。このまま一気に逆転 KO、 これ逆転 KO からスタート。とんでもない減り見せましたね。はい、いやしかしやはりこれで1ラウンド目分かったのは、はい、そのピンヤはやはり接近してから組み立てる、はい、これですね、ちょっと距離が離れてしまうと、はい、やっぱりリーチの長いギガースの攻撃に追い払われちゃうので、はい、最初から近くでインファイトで戦う、うん、これですね。そうですね、だいぶ距離近いですよね。うん、ハズレメタルとしてはこれを距離を離したいんですが、しかしここは潜っていた、うん、このメタルブーツ、非常に姿勢が低くなるので体格も大きい、はい、身長も大きいキャラのジャブ等々を潜ったりする、うん、まさに潜ってましたね今、うん、そういった理由の技打ち、はい、まあ、追っ払うためにそのピンヤが追っ払うためにギガスどうしてもジャブとか打たなきゃならないので、うん、そこの読みですよね。そうですね、おっしゃる通り、はい、さあこれは確定です。こうあの技をガードした後後ろに下がる構えを移行していた場合、はい、フライングコープス、これが確定する、はい、そしてこの注目の壁コンボ置き攻め重視でしたね。はい、壁攻めを継続してここは投げ抜けています。しかし外れメタル防戦一方か、なかなか追いつけない。いやかなりこれ勢いがアイアンブレイクすごいですね。さあこれはゴリアテじゃんけん、ここは読み勝っていく、使いましたね、レイジドライブのゴリアテじゃんけん、上段ガード不能か中段の2択、はい、そこにまずは読み勝っていきます。外れメタル1ラウンドを奪い返しています。アイアンブレイク、やはり近距離戦を挑みますピンヤ、うん、吹くところに飛び込んできた。しかしだん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 動きが良くなってきましたね。ガードレスが高くなってきました。そうですね、ハズレメタルも、はい、その接近してインファイトをしてくるピンヤに対して、はい、ガードしてから打ち返すっていうリズムに変わってますよね、はい、ターンをしっかり相手のターンを見極めて、そこはしかし割り込んでいくアイリータック。しかし先ほどここから逆転がありました、うん、下段に行く、分からない、ローキック2つ、まあ、その前のピンヤも持ち味出ましたね。先ほど逆転のレイジドライブ中段攻撃を当てて逆転したので、今度は下段に行く、はい、このカタストロフィーやり取りができていますね。そうですね、もうすでに読み合いが少し回っている。そうなんですよね、この 3RK の派生に対しては、はい、ジャブで割り込める、でジャブで割り込んだ時のリターンは、はい、マスターレイブン屈指の火力を持っています。なるほど、いやしかしファイナルラウンド1試合目からファイナルラウンドウォーハンドガードしています。壁際ハズレメタルがやはり防御しているので壁に押し込まれるシーンが多いですね。あそこが投げでうまく入れ替えているぞ、しっかり返してさがんでいる、わー痛くていかない、おおナイスガード来た、取ってきた、中段、中段、しかし残るレイジドライブ、ガードしているぞ、高いレイジドライブ、どっちだーどー相打ちだが体力が残っていたのはピンヤの方。1試合目ですかこれ、1点ステージですね、はい、ハズレメタルの得意ステージ。ここはやはりギガスだと火力が上がるというところで、そうですね、うん、あとはそのキャラクター相性のところで、はい、再三ガードしているマスターレイブンの下段、はい、アジリスク、はい、これです、これですね、これ、はい、あ今のは距離が遠くて使ってしまったんですが、はい、これの確定反撃で割れるんですよね、はい、あなるほど、コンボになるわけですね、そうですね、要は、はい、なんで、はい、まあ、そのハズレメタルの狙いとしてはマイナス13フレーム系の下段をガードすること、これが大事、はい、そうですね、この下段を一度でもガードすればというところが、ここが空中で拾っています。床を壊してこれ叩きつけてチャブ台返しですね、はい、これがめちゃくちゃ減ってる、あそこまでが確定ですね、あそこまで確定です、はい、さあしかしこのピンヤのレイジ状態が逆に怖い、うん、ローキック2つ、細かいですね、はい、細かくてます、わっとこれだ、しかしちょっと難しいですね、壁が近かった、おここはローキック、打ち返し早っ、早めに決めてきましたね。そのレジドライブ当てたまではいいものの、はい、ちょっと壁が近すぎたので、はい、壁コンボ決めてれば KO という状況だったんですが、はい、ちょっと状況把握難しかった、まあ、3RK ガードからジャブを打ち返しました。ジャブ先ほどはね、はい、ジャブ3連撃で割り込んでたんですけど、状況を確認しながら、はい、派生を出していなかったらジャブ止めにするという、なるほど、さあセットアップゴーメルのタクも勝っていきます。2択の読み勝ちはどうでしょう、ハズレメタルの方が多いですから、ね、要所で勝ってるようなイメージですが、そうですね、ですけどなんか2択、自分がかける2択を読み勝つというよりは、うん、はい、相手の2択をガードしてるのはこれですね、あこれですね、これですね、出ました、このように相手のバジリスクをかなり警戒している、はい、ように見えますね、うん、ただマスターレイムとしてはやはり懐に飛び込むので打ちゃなければならない技、うん、というところですかね、しかもそのジャブ等を潜るために打っているっていうのもあると思うので、はいはいはい、
さあこれは大きなダメージになりますよ。純粋に半分以上減っている。めちゃくちゃ減っている。5割強。さあ2試合目は打って変わった外れメタルがこの3盾にリーチの体力、相手はレジを横んでいるぞ。単純にギミックを本当に生かしてますよね、はい、さあここでトルネードからタックをかけます。しかももう2チャンスほど読み勝たなければならないか。ピンヤ、ここは接近を許さず3盾で取り返していきます。外れメタル、その接近を許さずっていうのが本当にもう、というのも、はい、このマスターレイヴン壁コンボのダメージについて言及しましたけれども、そうですよね、はい、平地のコンボダメージもものすごく高いキャラクターになっています。なるほど、別に壁を使わなくてもダメージは取れるよと、うん、ですね、はい、コンボの締めにバーサーカースピンを使うことで相手を叩きつけて追撃をすることができる、はい、まあ、得てして鉄拳のシステムはその叩きつけてからの追撃っていうコンボレシピ持ってるキャラは少ないんですけど、はい、できるキャラはめちゃくちゃ減る。なるほど、その一つがこのその一キャラがマスターレイヴンとなってるわけですね。さあ反撃ワンツーを返している、はい、1P2P 入れ替わって 1P に外れメタルギガスが来ています、うん、しかし立ち回りとしては先ほどそのマスターレイヴン、まあ、あんまり対策してないんですけどっていう話だったんですが、うん、しっかりと対策してるような、やはり、まあ、このレベルまで来るとね、うん、その対策してないってことはないですよね。そうそうそう、うん、対策してないって90点ぐらいじゃ対策足らないみたいなニュアンスになってきちゃうので、あ、なるほど、もうそれだけハイレベルな戦いで100点の対策はしてないんですよねみたいな感じですよね、うん、しかし満足のあるキャラ対策を見ています。しかしここは1試合目から強気ですね。そうですね、2試合目と打って変わって今度は1ラウンド先制がピンヤ、しゃがみでやると仕掛けています。しかし果敢に接近戦を挑んでいるか外れメタル、うん、やっぱりこの体力リードがこうなると本当に外れメタルやりやすくなる。はい、ピンヤ苦しい展開、うわっ、いやこれなんですよ、体格の大きいキャラには、はい、ブラッディーパズソーからのレイジドライブコンボが非常に入りづらい。はい、今のもし入っていればというところでしたよね。そうです、当たらば、はい、あと置き攻めで KO っていうぐらいの体力でしたね、はい、これなんですよね、キガースに対しては、うん、ちょっと入りづらい。ここはアドバンテージがいいか、うん、一覧の取り返して1対1、パンチやっぱ2発目がありました。あえて出していきましたね、はい、ここでしゃがみに抱く、ペンのところに飛び込みたいピンヤですが、すかしかくてピンヤ の、はい、その勝ちパターンというかマスターレイヴンの勝ちパターンなんですけど、これこの今ジャックナイフ、ジャックナイフエルボー、ステップからジャックナイフエルボーを当てることによって、はい、これですね、これですね、再三打ってるんですけど、はい、追い払うかガードかノーマルヒットばっかりでカウンターヒットに生まれない、はい、そうですよね、カウンターヒットでコンボに行けるんですけど、はい、これをうまくやっぱり外れメタルが主力にさせてないのがいいですよね、手堅い。ピンヤとしてはもう早くっていう気持ちではあると思うんですが、そうですね、ちょっとピンヤ焦りが見えるようにも見えますね、うん、今のギガスのこの前蹴りからの 3RK ですね、はい、から割り込みはちょっとレジドライブでは遅い。なるほどなるほど、できればジャブを使っていきたい、はい、さあここで試合間での逆転にリーチをかけています。外れた、いやいい流れだな、しっかりとガードしてコンボの火力エクスカベイター締め、これは大きなダメージになっています。実はねこの、はい、一応その連続技ではあるんですけど、はい、この外れメタルのギガースもそのシステムを利用したコンボですよね、はい、最後エクスカベーター叩きつけですね、叩きつけて最後の一発が追撃になっている、ガードし続けるから最後の最後にまたカタストロフィー行ったらそれはガードして試合を決めるっていう流れがあったんで、ピンヤとしてはもうちょっと下段と中段どっち行ったらいいんだよっていう風になっちゃってるのが今だと思うんですよね。ちょっとその焦りもあるっていう風に先ほどゲインさんも言ってますけど、シャックナイフエルボーもカウンターがなかなか取れないと、そうなんですよね、ちょっと焦りがあるのかなと、ダメージが取れないと、はい、ありたくです。さあこれで外れメタルリーチの状態です。壁あり選んできましたね、はい、ただちょい広い壁あり、バイオレットシステムズ、はい、さあしかし壁に押し込んでいるのは外れメタルです。エンドミルから、これご覧ください、その1試合目と比べて、はいはい、ピンヤがまずインファイトを仕掛けるっていうところが少なくなってきてるんですよ。そうですね、はい、やっぱりこれハズレメタルの守りが硬いので、はい、無駄な技打ちしててもダメージ取れないなってピンヤがなっちゃってる、なるほどなるほど、さあここもラウンド取得です。ハズレメタルかなり手堅い立ち回りで、うん、ピンヤの接近を許さない、かつ下段もさばいている、バジリスクを反応してガードする、もしくは下段さばきする練習してきてるんじゃないですかね、かなり反応がいい、はい、かなりそのガードさばき率高くなってきてますよね。高いですね、はい、試合重ねるごとにさらにレベルスカッ、うわっ、足切り、これは入れ替わっているか、入れ替わっても位置がめちゃくちゃ外れメタル有利になってる、はい、うわーっときた、オーバーキル、めちゃくちゃ減る。さあピンヤ追い込まれた、これで外れメタル勝利にリーチです、うん、ここからどうする、いや、やっぱり2発目出しちゃうぐらいちょっとプレッシャーが、はい、ギロチン一発止めの方がねリターンがあるんで、そうですね、初戦追い込まれています。ドーナツ SG ピンヤ 2P 側のマスターレイヴン、対する外れメタル非常に落ち着いた立ち回りを本当に中断食らわないですね、はい、
ただ要所でのやっぱり下段のガードが効いているのでなかなか打ちづらいんですが、ここで勝負を決めていった。最後追い払った。これはね、序盤にも言った仕掛けてくるマスターレイブンで、そのあたりをタリスカッターどう考えているのか、やはりこの組み合わせになりましたね。はい、さあそして無限ステージ、これはねどうでしょう、面白いというか、このあとお互いもしかしたら選ぼうと考えてたかもしれない無限。そうですよね、ピンヤ選手先ほど無限ステージ選んでましたもんね、うん。まあ、ピンヤは基本的には無限なので、はい、ピンヤ的にはラッキー、タリスカッター的にはどう思ってるかちょっと分かんないっていう感じですね。カズミ結構分かれますよね。そのカズミ使って無限ステージの人もいれば、かなり狭めでゴリゴリ行くっていうプレイヤーに分かれるの で、うんうんうん、でね、竹とかは結構その狭いステージを選んだりしてること多かったですね。そうですね、はい。さあまずは小技の打ち合い、下から行く。そうですね、いきなり来た。トルネードカタストロフィーを出していきます。 1P 側のマスターレイブンピンヤです。しかし立ち上がりは静かな立ち上がりって言っていいですかね。互いに様子を見ている。だから不用意には入っていきません。弱なヘルボー、ただやっぱりその攻めにちょっと偏ってるのはピンヤですかね、はい、そうですね、手数で押していきます、うん、自分から技を打っていってダメージを取っていく、うん、相手の反応を伺う。ここで、うん、しっかりと確定反撃、早めにしゃがんでいったって感じですね。そうですね、むしろタリスカッターの方が当て身を見、ウォーハウンドから重ねがつき細かくいく。接近戦、重ね赤月を連打していく。4連打これなんだよな、タリスカッター4回重ね、うん、最後は現在で打ち取っていきます。タリスカッターといえば重ね赤月、重ね赤月、この左アッパーの数、はい、もう何千何万と重ねてきたでしょうからね、はい、この重ね暁飛ばして、でこれ置き攻めちょっとね行きづらいですよね。マスターレイブン当て身があるので、あ、なるほどなるほど、先ほどから置き攻め、そうですね、行けずに止まっている、仕切り直すってところですね、うん、さあ第3ラウンド体力リードはタリスカッターです。ここでトルネードカタストロフィーを一つ出した。 1P 側のマスターレイブンワンツーで嫌っていく。近距離戦、ちょっと距離を離す。疾風混合を打ってきますが、互いのカードが崩せないか。ここで来るか、どうだ、ダガーブロー、うん、タリスカッターが結構早めに技打ちをするようになってきてて、はい、接近1ラウンド目よりはちょっとできないなっていうのがピンヤですかね。そうですよね、ちょっと、あっとレイズ、これ間に合っていなかったのか。あー、2発目打ち切ってきた、打ち切ってきた。冗談なんでね、一応しゃがめるんですけれども、はい、まさかの打ち切りでしたね。打ち切りでしたね。トリックキックから入って、そしてトルネードカタストロフィーダメージを伸ばしていきます。もう一度行く。ピンヤらしい空気感になってきましたね、はい、これですね、強気です。トルネードカタストロフィー3つでかなり大きなダメージ、うん、まあ、攻めることによってこじ開けましたね、はい、これがもしできるんだったら、そのピンヤの方にぶっかけ揺さぶりをかけていくしかなくなっちゃうのがマスターレイブンの辛いところなんで、はい、お、ステージランダムで選んでますが、はい、大丈夫ですか。良ければ、両者が良ければ試合ですね、うん、進みそうですね、はい。ラバルトのフォワードエステート、襖が3つ壊れて、さらにバルコニーブレイクもあると、うん、かなりギミックの多いステージですね。ですね、ギースステージ読んでいる。ガードしています。輪行列挙を返して土が土、細かいタク、うまい、うまい、これかレイブン対策。今のどうやったんですか。当て身で、はい、その硬直の短い技を取ると、はい、左横移動の方がいいんですけど、はい、左横だったらあの追撃避けれるんですよ。だから当て身を取らせて上から降ってくるレイブンに対して、その当て身って自動反撃、はいはいはい、絶対出ちゃうんですよね。あの上からザッと降ってくる、そうそうそう、はい、ウォーハウンド、はい、それを取ってこれ準備してきましたね。ジャブとか左アッパーだったらいけるんですけど、なるほど、硬直重い技取られちゃうと確定しちゃうんで、蹴りが入っちゃうわけですね。いいですね、なるほど、それをこれはもうタリスカッター用意してきた、まあ、その自分が左アッパーを多用するがゆえに左アッパーを取られた時の対策っていうのが、なるほどですね、いかに準備できてるかっていう。これはちょっとピンヤ選手もびっくりしたんじゃないですかね、1試合目。ただまあこの対策をされたことがないってことはないと思うんで、はい、ピンヤクラスだと、あ、なるほど、相手が強いんで、はいはいはい、あ、そこまでやってくるんだという感じじゃないですかね。なるほどなるほど、なるほど、ここはできるのねっていう感じですね。タックルムレティカなので、ここも伸ばしてフスマに渡っているが、ケルベロスで破壊する、うん、おっと、これはもう一度ラインを押し上げて、うん、タリスが壁を捨てています。土か土、ユルクレムカウンター確定してますね。じゃあイージドライブからガードしています。うわー、もう後ろヘルピ、肘打ち、肘打ちですね、肘打ち、はい、これでリーチをかけます。ピンヤ対策は見せていますが、ちょっと苦しい展開、
ピンポイントの技対策はしてきたんでしょうけれども、はい、そもそもの立ち合いでやっぱ効率が、あ、うまいですね、これはやはりこれはもう本当に狙ってる、狙ってますね。しかも投げ抜け不能の投げから、これはバルコニーブレックが、お、斜めか、ちょっとそうですね、壁剥がしも狙ったんですが、これしゃがんでいる、追いつきます、タリスカッター、これタリスカッター取れば分かんないんですけどね、はい、今流れはもう基本的にはピンヤの方にある、そうですね、主導権は握ってますよね、ピンヤ側が。きた、念願のハイキックカウンター、うま、おお、うま、移動連携で貼り付けて細かい技、しかしここでトルネードカタストロフィー、無理やりこじ上げていく、ピンヤタイム挟んで始まるか、ゲダンガードしている、さあマスターレイブン、ピンヤ側がレイジ状態、このレイジを生かせば、あるいは一撃 KO も、ね、トラ巻き、よいしょ、しんがりで距離を取ります、タリスカッター、なるかみ、なるかみ、なるかみ大きい、リーチはないんですけど、はい、発生が非常に早いんで、はい、このそうですよね、お、ピンや、ハンマーヘッドですか、ハンマーヘッド、ファイナルファンタジーステージを選んできました、壁ありを選ぶの珍しいですね、あ、確かにそうですね、先ほどまで無限ステージだったんですが、うん、開幕なるかみ、開幕なるかみ打ってきましたよ、これ味締めですかね、はい、味締めの可能性が、もう一回味見しましたね今ねペロってやりましたね、開幕なるかみはすごいな、バックダッシュで 100% 当たんないですからね当たんないと思うんだよな、発生早いからどうなんだろう、まあ、でも当ててきましたからね、やっぱ素晴らしいですね、その経験則で当たるって思ったのか、ピンは結構開幕から攻めてくること多い、あ、なるほどなるほど、まずはそこ止めたかった、しかし1ラウンド目体力リードはピンヤです、疾風今後遠い、遠かったですね、はい、ガードしている、とこれも距離が遠い、しゃがんで、うわっと、これはうまいぞ、うわー、受け止めている、どー、受け止めた、レイジャス、このアーツであれば倒しきれる、はい、逆転勝利です、タリスカッター、体力が少なければ少ないほどレイジャーズ火力伸びますからね、はい、KO に至る、企画書を使ってきます、ちょっと頭になかったか、レイジャーズは、レイジャーズはそうですよね、このトパンガリーグ今今日通して初めてぐらいなレベルで打たれてますよね、上級者の最速行動が少ないので、はい、うん、打ったところでってところはそうですよね、不発に終わることが多いですよね、はい、よく見ている、投げをこれを抜けています、ピンヤ一品に入れ替わっています、あ、取ってきた、ここは連打してしまいましたね、はい、連打するとああなってしまう、あ、なるほどなるほど、重ね暁を取ってきました、ピンヤ空白剣斜めですが、コンボ難しいぞ、うん、なるかみ一目、膝空白からなるかみで OK、 ボディスラッシュ一つ見せました、ピンヤウォーハンド、うん、この距離であれば追撃が当たる、そうですね、ウォーハンドのいいところですよね、本当、うん、その当て身性能というかその切り返し性能もありつつ、はい、あの当たった時にもリターンもある、ガードで反撃もない、結構使いやすい技の一つです ね、マスターレイブンの中では、うん、さあ壁コンボして起き上がりに土イカツチを出してきます、カズミね、やっぱりもうパワーが足りないって言われてる理由の一つに壁コンボもあって、はい、あの踏んづけ追撃系の壁コンボって得てしてそのすごいダメージなんですけど、はい、霞はねそんなに減ってないんですよね、あ、なるほどなるほど、避けている、やはり避けれるやはり対策、そして掴んで受け身狩りですね、はい、あれは投げ抜けができません、でもねさっきね食らっちゃってましたからね、当て身横移動できずに、そうですね、今度は OK、 シップ今後さあタリスカッターが2勝目に手をかけたところ、1戦目より全然いいですね、はい、動きがいいですね、ガト付きも出しています、ガードして、さあ金屋が逆にちょっと攻めづらくなってしまったか、うん、ちょっと考えるような素振りを見せる、距離を取ってジャックナイフエルボー、しかし当たってはくれない、ここでトルネードカタストロフィー、やはりトルネードカタストロフィーでカウジャケルしかないですかね、今のところは、まあ、そもそもタリスカッターがやっぱ守ってるので、はいはい、カタストロフィーで潜り込みやすくはありますよね、あ、なるほどなるほど、レイジョ台打ってくる、感謝の疾風混合、トルネードカタストロフィーどうだ、残っているか、あーっと立ち上がってしまったか、しゃがみ立ちの部分に行けたか、はい、入っちゃいましたね、並ぶファイナルラウンドです、どちらが取るか、よくさばいた、囲んでいるぞモータルエルボーで運びきった運びすぎ、そしてクルセイダー締め、しかし壁を徐々に離していきます、うまい、確確定になっている、マイマイ RP、 ジャックナイフ爆発して体力は同じぐらいです、壁位置で若干ピンヤが有利か、
しかしすぐさま位置を入れ替える。フォアハンド透かしている、輪行レッキンを返します。透かし確定、出し切り、レイジになる。このレイジはあえてか。わー、おー、アサシンスティング、こらえた。ちょ、緊張感ありましたね、最後のシーンは。ちょっとずしてきたし、いや俺はこのステージでいいですよと、うん、ここでもあなたを倒せますよっていうメッセージですよね。来ましたね。なんだったらその前、はい、ステージ選んでなかったですからね。そうなんですよね。だが2度のジャックナイフからのカタストロフィー、はい、でウォールバウンドから大ダメージになる、うん、全部当たりました、ね、バーサカリーフ全部当たってる。トリッキーの動き、いや、いろいろしていった。壁コンボの後に、はい、遅らせ下段フェイント消えてからの下段派生、ちょっと対応難しいですよね今の、うん、ラウンドを取りに行くような動き。1の手に対しての対応をしちゃうと2の手に、はい、あの手が追いつくのが難しくなるっていう動きでしたね、はい、ちょっと翻弄されてしまったか、足りつかった。ここに来てちょっとマスターレイヴンのいろんな動きを駆使するようになりましたね。そうですね。うまい、うわうまい、しかしザフハクよく見てる。スカスカってなっている。貼り付けて壁際、壁詰めはやっぱりね、はい、その能動的に相手を浮かすのがすごい難しいんで、はい、スカシ確定で膝風白どんぐらい入れられるかっていうのはね、めちゃくちゃ大事なんですよ、ね、ただここでリーチでスピンや、うん、この3試合、4試合目か、はい、4試合目にしてそのマスターレイブのいろんな動きを、そうですね、使ってくれるようになりました。ちょっと駆使してきましたよね。ちょっと先ほどの試合は苦しいかなと思ったんですけど、ここでちょっとまた息を吹き返したような動きを見せてます、うん、下段をさばいて、ここも高ダメージを狙っていく。壁に追い込まれているのはタリスカッターです。脱出できるか、出し切り、おー、なるほど、なるほど、当て身読み、まあ、どこまで来てもブラッククルセイダーが匂うっていう、そうですね、展開ではあったんですけど、うわ、トルネードカタストロフィー、また出してくる、うわー、最後はハーケンキック、最速受け身以外には可能、あ、確定、あの、ちょっと取り切れたい、はい、そして11の、プラマイゼロが2人、 SER とピンヤですね。まあ、ここからまだまだどうなるか分かりませんが、はい、非常にもう似たようなシーンあったと思うんですけど、はい、トッププレイヤーって苦手イコール対策頑張るんで、うん、その苦手だからこそこの対応が完璧っていうのはよくあることですよね。嫌いだからっていうの結構ありますよね、うん、このキャラクター嫌いだから対策めっちゃやったんだっていうの結構ありますよね、うん、よりもむしろそのレアキャラでいきなり飛び道具的にサブキャラ飛んでくる方が怖いってパターンも中にはあると思うんで、うん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 、さあでは見ていきましょう、はい、SER エディ対マスターレイヴン、ピンヤ、さあいろんな側面がある中、このキャラクターどうしよう、対策も注目です。さあいきなりトルネードをガードしている、うん、そうですね、そして確定反撃も完璧と、はい、まずは SER、はい、ピンヤのマスターレイヴンと戦うにあたってやはりトルネードカタストロフィー無視できないですね。そうですね、ただおお、ナイスガード、これはびっくりガードですね、多分山捨てのしゃがみに、はい、たまたまガードになったと、うわ、うまっ、背向きを見て肘打ち、はい、後ろ RP 発射も早いですからね。まずは先制したのは SER、うん、1P側のエディゴールド、カタストロフィーが効かないっていうところがまず、はい、ピンヤにとってノイズになってるんですね、うん、2回ガード、まあ、ビックリガードを含めて2回ガードしますから、うん、さあどれだけ仕掛けた、トゥースマを巻いていく、これは先ほど言ったこのバックダッシュとの2択にするような打ち方ですね、うん、今ピンヤが使ってる各種下段って、はい、まずこの大きなジャックでかい、しかもギミックがあるありますね、SDR の背中にバルコニーブレイク、ベンベンで割って壊してから、あ、まさかスピン狙ったんですけれどもミスになりましたね。これミスるとリスクが甚大でございます、はい、ガードで浮く、それを見逃しません SDR ね、その、はい、コンボミスによる、ああいう技ガードして結構ワンツーとかになっちゃいがち、そうなりがちですね、うわスカルンかいって言って反撃甘えちゃうことあるんですけど、はい、完璧に入れましたね。しかし取ったのはピンヤ、はい、おっとやはりトルネードカズストロフィーかなり警戒してますか、うん、ガード率が非常に高い、軸がずれている、シャババイチャー、しかし十分なダメージを持ってます SER、 かなりねその、はい、下段に対するケアがその SER できていて、はい、いろんな下段を打ってるんですけれども、はい、ガードできてるし致命傷になってないっていう、うん、ここも取ってきます SERリーチをかけます、うん、1試合目してこのトゥースも置いてあると、そうですね、はい、今日あのピンヤ戦では再三言ってますけど、やっぱマスターレイヴンは、はい、接近してくるのでそれを追い払う技が強いと、うん、マスターレイヴンがきつくなる、でトゥースマッシュっていうのはもう追い払いには本当最適ですよね、
またその他のキャラクターとちょっと軌道が違いますよね、エディの2スマッシュが、うんうん、そのおかげで余計近づきづらいですよ ね、 そうですね、まあ、当たり判定も前に出てないんで透かし確定めちゃくちゃ取りづらいですよ、はい、逆に言うとそれに対してブラックスマッシュを合わせた破壊は素晴らしいってことですよね。そうなんですよね。ただそれ一点読みしてればピンヤもステップからのボディスラッシュっていう手があるんで、ああなるほど、うん、いやしかしこの下段が通じない、どうするピンヤ、相打ちコンボに切る、これはそうですね、叩きつけコンボで KO 十分足りえる、うん、ダメージですね、はい、まず SER、 やはり本ピエルナも打ってたんで、はい、かなりきついですよね、何で追い払ってくるのか分かんないっていう、うん、もう追い払いの技に的を絞らせない、でこの後あのジラトリアとかも出てくるんじゃないですか、あ追い払いに、まあ、もっともっともっとその悩ませていくわけですね、ピンヤこれ今見たように肘、フォトペラだ、バックステップ、バックステップで追い払い、まあ、ユーはやつしですよね、これ SER も相当すごい技術を持ってやってますよね、うん、技のタイミングを変えたり技の種類を変えたりと、あの手この手でこのピンヤを翻弄しなければならない、本当にもうずっとその展開ですよね、うわー池谷飛び込みモンスターボックス飛んでいく世界記録保持者、おっとボールバウンド、ボールも決めきる、 SER ペースですね、はい、まだちょっとピンやペースつかみづらい、つかめていない、もうずっと展開一緒なんですよこれ、はい、その追い払う技を、うん、ありとあらゆる技を打ち続けるエディ対、はい、追いかけるモンスターレイブっていう、はい、そうするとやっぱり行くタイミングを変えるしかないんですかね、ピンヤ側からすれば、あの一方的にそのいろんな技で置いてくるけどどれかを透かしてリスクを与えるとか、なるほどなるほどなるほど、自分から打つっていうタイミングを減らす必要がピンヤありそうですね、はい、非常に冷たい SER の鉄拳、バックステップからスライディング、テランバコとかも置いてきますね、今のスライディングとかをもう即座に前々 RK とかで浮かせるみたいなぐらいの意識がないと、はい、この SER ちょっと追い払えないですね、うん、これはいいですよ、ダメージ重視、だいぶでかいダメージ、めちゃくちゃ減ってる、はい、ようやくまとまったダメージになりました、うん、いやしかしファイスター2発目が引っかかった、はい、叩ける、ここは勝負に出ましたがそれをいなしています、ピンヤラウンドを奪い返す、2-1、うん、中段にしてきましたね、はい、ですけれどもさすがにそこまで下段来ないだろうと、うん、SER も中段ガード、はい、うまい、うおっとナイス、はい、一発止め攻めきに対してもローキックを返していくっていうところですね、めちゃくちゃいい、うおっとこれボディスラッシュ、うん、返して壁コンボ、大きなダメージになるぞ、うん、まあ、高いレイブ減ってますね、これは見てからのガードキラー B、 シャババイションがうおっと座りに対してレイバティンですね、今のは SL がレイジ状態、ちょっとピンやリズムが良くなってきましたね、はい、うわうまい、叩いている、いや壁が斜めなので減らせはしないでしょう、はい、ここからですね、イーチドライブここで使ってきた、2択だーそうだよなってワンオン行くよな、はい、もうある程度配色濃厚な展開だったんで、はい、打ってきました、当たれば追いつきます、当たらばという技を、ジャックナイフエルボー、これがカウンターヒットするとピンヤとしてはかなりそうですね、いいペースになってきたという証拠か、そしてこのダメージです、うん、こうなるとねエディに追わせる展開作れるんで、はい、これはもうピンヤ落としたくないですね、あーダブルアップだ、しかし座り2択中断、鉄天使の大きな技が来た、下段立つぜ、3発止め、いや体力逆転してますよ、うわーしかも上段派生出していった、見逃さない SR、 やっとジャックナイフのカウンターヒットとかもありましたし、はいはい、まあ、その追い払ってくる技に対してさらに早いタイミングでジャックナイフを打ちに行くっていうところ、うん、ただこれはどうしてもバックステップされてると透かし確定もらってしまう技打ちになっちゃうので、はい、これですね、ですね、ほらです、ね、今その、うん、早すぎるからスカっちゃうんですよこのジャックナイフが、はい、でだけど追い払いに対してカウンターヒットを取るためにはあれぐらいのスピードで打たないといけないっていう、はい、もう覚悟を決めてジャックナイフエルボーに行かないといけないと、うん、いうところですね、LPLP 注目の3試合目、さあピンヤもう一度気持ちを強く持てるか、やっぱりねその追い払い2スマッシュに対して今、はい、タルタロス狙ったんですけど、はい、スカ硬直が短すぎて間に合わないですね、はい、よほど狙ってないと難しいってことですね、そうですね、まあ、1点読み、はい、ただそれをさせないためのこの SER の技です、うん、うまい反撃しっかりしてる SER 0状態です、コントベラだ、先ほどの逆転ありますからね、はい、時間をかけます、下がっていくなピンヤ、不要意には前に出ない、ここで接近ウォーハウンド、ウォーハウンドがあったか、なるほど、これはちょっと SER も意識してなかったでしょうね、うん、まさかそこの距離で打ってくるとはという技打ち、しかも相手の技に対しても対応していると、はい、見事トベラだ、そしてフォーリアタッキー、うん、そのまま行って
誘い込みます。 SER 体力リードを奪っている。ビルバリとしてここはクラインコプス。これはでも SER もかなり強気になっているということの表れですね。今のビルバさあカーズシュートを出してきました。通りましたね。はい、スマッシュ追い払ってエフェクトがついてるが、あ、避けている。いつからでももういつかを出してましたが、ここは取っていく。あさして頼りになる。はい、肘判定強い、発生の早い中段。あークルセイダーに対して、はい、手を出してしまいましたね。そこをしゃがんで押し置き、うん、しっかりとボディスラッシュ、大きなダメージを取ってます。ピンヤ、これはもうピンヤペースですね。はい、うん、やはり先ほどと同じようにこうペースは少しずつこうすれば掴めるんだというのは見えてきているか。ピンヤ、そうですね、ピンヤここは 3-0 で取っていきます。さっきの2試合が嘘かのように、うん、ここで下がっていくと。さあ想像に固くないのはバックダッシュで守る SER、はい、それを追うピンヤ、うん、これですね、この展開が予想されます。あとはどうやって逃げるか、どうやって追いかけるか、そのタイミング勝負となってくるか。まずは体力リードですね、お互い、はい、体力リードを取る動きが必要。はい、さあ追いかける追いかける。いや近いんだけどな。そうですよね。あーいいでしょ。うまい、ボディスラッシュ返している、うん、ナイス反撃、はい、でバーサーカスピン、はい、平地のコンボが減っている。フォトベラダ、フォトベラダからフォーリアタッキで大きなダメージになっています。フォトベラダがねカウンターでコンボだし、はい、やっぱ追い払いには非常にいい、うん、で今みたいに、はい、コトベラダが使った時に夢かった、はい、やっぱねレイブンって透かしかくて入れづらいんですよね。バナネルファラル、うわトゥースマス使ってる。なるほど、ピンヤが今度は逆にレイジに追い込まれて、これはこれはどうだ。ドライブでコンボを伸ばしていく、はい、でつなぎが高くてめちゃくちゃ減るんだ。めちゃくちゃ減った、マジで。いやでもこれねコンボレシピがね、そのレイジドライブの後のあの肘打ち一撃入れるのがね、はい、結構その安定感も書くんですけど、はい、最大ダメージのコンボなんですよね。さあこれでペースがピンヤになるか。いやいや、しかし切り返していく。しかし確定 SER も集中、うん、溶けていない、集中してる、集中してますね。いやしかし先ほどのラウンド取得のコンボ見事でしたね。やっぱりその下段ガードしての反撃っていうところもあったので、はい、ボディスラッシュ、うん、ちょっとあの下段はねもう SER 打ちづらいですね、はい。さあ体力は同じくらい、2つ目出していく。果敢出し切ってきましたね。でジャックナイフエルボー、ジャックナイフエルボーで触りたい、脱出を図ります。 SER 距離を取る。やっぱり城太郎戦もそうだったんですけど、はい、SER 派生系に対して本当付き合わないですね。そこはもう無視なんですね、うん、もう一定して。ジュースマン、さあここでわずかな体力リード下、ジレータビンタが当たればやっぱところでしたが、ジラトリア出てきましたね、はい、ナイスガード、わずかにピンヤが体力優勢。2択2分1断秒中段ガードしている。あーチャンスで、これジャンプステータスで逃げるのはいい手ですね。はい、嫌っていきました。この試合もピンヤが優勢に進んでいる。リーチをかけます。これで追いつけるか。苦しい展開になってきたが SER、 しかしそうですね、うっとバックベアド食べている。しかし、はい、ちょっとダメージ当たらないですかね。そうですね、まあ、無限はねこの叩きつけ下段追撃系があるので、はい、結構、はい、おっと引っかかっている。めくっ て背面からブラックルセーダ ー、このレシピ減ってるんですよね、お互い。カットだ、 あるのか、うわー、ビエルの間に合う、相打ちゆえに拾えてレイジャス、これは KO になるでしょう。体力が少ない。そうですね、大きなダメージになりました。逆転勝利、相打ち OK でしたね。はい、勝負を捨てて SDR 一覧取得、奪い返しますか。ここは少し確定、ホイデチピンヤ盛り返してきてますね、はい、大きなダメージになりました。体力が半分ほど減っています。スマッシュ追い払い、うん、ジャンステップ、はい。さあ SER がちょっと攻めあぐれてるようなシチュエーションが、うんね、多くなってきた。やっぱ体力リードがかなり響いてる、うまい。 SER どうする、体力が残りますか、追いつけるか。下、うん、下最速で打ち返してきた。体力がたくさんあるのでね、はい、最速の技の打ち返しもやりやすいですよね。これでピンヤ並びます。おー2-2、分かんない、はい、もう分かんないってなったらランダムで選ぶんです、うん、そこはもう運部転部、はい、もう分かんないよと、うん、どれでもいいよと。そしたらね非常にベーシックなステージが選ばれましたね、さあ決定戦です、はい、出し切りあえてだが、これは最大押し置きです。フライングコップス、これによる反撃、そして壁コップ、いやしかしこれは SE より助かった形になりました。壁を背負わせている。お反撃しっかり、うまいぞ、偉すぎる。壁から剥がして
来た、届いてない、はい、中段座りからうわー、しかもあーめちゃくちゃ偉いな、なるほどね、避けてる、おーなるほど、いやしかし今トゥファオンからのコンボって、はい、直スクリューであんまり減らないレシピなんですよ、はい、だけど右自分の右前方に壁があったんで、はい、直スクリューにして倒しきるっていうアドリブでしたね、なるほど、めちゃくちゃうまい、今のあの状況下でその状況を把握していたということなんですね、二択のトゥファンを当たってから壁の位置把握でアドリブ、はい、そしてスカシ確定早い、見事なスカシ確定ビリバー、エディ使いはねこのビリバーのスカシ確定本当に練り上げられてますからね、はい、まあ、その中でも特に SER、うん、スカシ確定が早い、精度が高いです、やはりジラトリア増えてきましたね、はい、ファイスカというよりは、はい、ジラトリア、うん、そうなんです、これはガードができる、なるほど、でもマイナスが足らないですね、はい、スマッシュしかない、バナナでホラールを打っていく、下段2つピンヤがレイジ状態です、しかしレイジドライブさえ当たればまだ逆転もある、高火力コンボ持っています、ピンヤが当たる、どうだ、難しいぞ、壁コンボがあるか、グレイキャノから叩きつけて置き攻め、置き攻め重視、なるほど、倒しきれないと判断して置き攻め重視、はい、見事な判断でしたね、いやでもマジで首の皮一枚ですね、はい、ピンヤは本当にこの壁やりステージは、はい、うわーっと打ってきたルピエルナ、ルピエルナぶっ放し、壁が近すぎる、すんのめしてゲノガードしている、これはさすがに SER か、追い払い追い払い、気持ちのぶつかり合いにどちらが制するか、クリアレイ状態減らねえ、うお置いてありました、 SER リーチですね、はい、壁がある方が良さそうですね、明確に、うん、SER はいやこれなんですよね、当たる当たるか、やはり無限ステージで再三当てたホイールエッジ、これは当てたいんですが、うん、もう警戒されている、はい、タルハタロハロートゥースまで拾えず、レイブントゥースは、ね、弱いんですよね、判定 が, 判定がそう、やっぱりでも、うん、この反撃のミスはない、ボディスラッシュ打ってきます、いやあーコンボが珍しくミスになった、珍しい、緊張がある、やはり精神追い込まれている、うん、ピンヤ削り合いですね、心の削り合い、あーマジでバックステージに絡まってるが、おーおーガーカウンターだー、カウンター確認ですか、カウンター確認でしょうね、さあファイナルラウンド、気持ちが強いぞ、どちらもどっちが先に浮かすか削るか、はい、アイアン触れるから下一発、まずはピンヤ軸ずれてる、 SER も追いかける、これ以上離されると SER はまずいぞ、そうですね、ただうっ、うわー来た、よくガードした、トルネードカザストロフィー数日壁に運んで壁コンボ大きなダメージになっています、これでタリカ逆転、どうしても下段派生からしゃがみパチ、お互いしゃがパン、まずはピンヤ壁から逃げる、しかしウォーハウントが待っている、これ追撃、同じくらいタリカになってきたぞ、ゴブ体力がゴブ、レイジピンヤがレイジ状態、削り切れるか、追いかけるー、なげーですけど、もう再三浮かされてたあの下段それでもそれでも打ってか、うん、っていうところですよね、自分が崩れなければ、あるいはそうですね、はい、さあ無限ステージです、おっとこれは、うん、ピンヤとしてはちょっとラッキーな感じですかね、普段選んでるステージが開幕に来ている、うん、太平洋が今の戦績が2勝1敗か、2勝1敗、はい、うん、ここで勝てば3勝1敗、はい、負けると、まあ、ジョータロウらと同じ、そうですね、はい、2勝2敗になると、まあ、勝てば、2位になる気がするかな、はい、今のと現時点ではですか、はい、さあしかし先手を取りますピンヤ、そうですね、うまい、おうまい、反撃、ジャンピング2リフト、ワンツーチャガーフック完璧です、うん、ダメージ67、うわっと2択も読み勝っていく、勝ち上げる棒、そしてワンツーチャガーフック安定してるんだよな、この難しいコンボ、はい、かなり減りますからね、そしてジャイスイ、ピンヤがあっという間に追いつかれてレイジ状態に突入しています、うん、ジャイスイよく抜けましたね、はい、難しいと思うんですが、ジャイスイ2回目2回抜けましたね、うん、ここでレイジドラブをカードしています、しゃがんで時間をかける、落ち着いています、あえてですね、はい、2発目1発目使ってから2発目カウンターヒットしてしまうと多大なリターンがあるので、はい、しかし安定志向太平洋を守っている、うん、しっかりと守っていた投げコンボ、これ抜けています、なかなかジャックナイフエルボーの距離にいないですね、太平洋が、うん、そうですね、そのガードではなく空振っていることが多いので、しかしここはトルネードカタストロフィー2発目は許しません、うわ出たトゥースマ広い、あそうですね、ステスマ、トゥースマ広い、うわーむずいのに、これダメージ75ですね、いや減ってる75か、はい、これ75です、トゥースマ広いから、そしてマッスルバスターダメージ50の投げを通していく、すごいめちゃくちゃ減ってる、あの2つの行動だけで、うん、一気に倒していましたからね、125減ってるから、はい、ちょっとね、はい、むずいんですよね、うわギロチンドロップもしっかりと
出していきます。確か、はい、ジャスト入力判定3フレだとかだったと思うんですけど、そうですね、結構ちょっと難しいですね。3フレはね結構ミスれるんですけどね、量、はい、入れてますわ。出してます。間違ってたらすみません、3フレだった気がします。さあどうでしょう、トルネットカタストロフィーピンやとしてます。うまい、道をこじ開けなければならないんですが、これもやり込みですね、はい、もう今までやり込んでる中でトルネードカタストロフィーから最速を機械弾切りを打ってくる相手に対してフライングコープスだったら間に合うっていう、はい、経験則がありました、ね、早かったですもんね、少し近くて、もう織り込み済みの動きだったっていう、はい、しかし太平洋優勢かガドシル。そう、カズミのそう、タリスカッターが見せたようなその当て目を狙ってっていう対策がちょっと難しいです ね、 そうですね、キングだと、キングの技だと、まあ、ジャブとかになっちゃう、うん、はい、よし、スマッシュフックを取られているので、うん、そのままガードになってますね。エルフコもスマッシュフックもちょっと怪しいですね。そうですね、その…あのスマッシュフック最大ディレイとかになる可能性がある。はい、あの2発目スクリュー当てるっていう。あー、なるほどなるほど、空中にいるウェーブに、うんうんうん、できるかどうかわかんないですけどね、ちょっと現実的じゃないですよ ね、 でもね、はい、さあ投げ込むリグ、ここでかわず落としストラングルホールド通していきます。これでも12分のダメージになるですね、うん、なるほど、ガードして云々をしようと、おそらくそうですね、ジャックナイフエルボーに対しての当て身をとりあえず潰すっていう先手でしょうかね。そこからダメージは取られていない。エルフク出し切り、エルボースマッシュ打ち切ってきました。太平洋ですね、はい、しかもやっぱり成長できるんだなっていうところですよね。限界ってないんだなっていうのは思いますよね、はい、うん、それはこのゲームにおいても全く変わらないですね、やはり。そうですね、まあ、みんなのそのこの成長っていうのを見てるとやっぱり、うん、思いますよね。思いますね、みんな強くなってるなっていうのは、はい、さあ太平洋の暴れん坊が先制しています。 2P 側のキンブ追いたいのはピンヤ、前出しさばきやってない可能性もありますけど、はい、結果としてリターンをゲット。そうですね、おっフルセイダーは避けていましたが、いや、あれ多分バーサーカーレイブの両パンが残ってた。あ、なるほどなるほど、3発目が出なくてってところだったんですかね、うん、なるほど。これでガードして、2発目が怖いですね。ちょっとピンヤの動きに制裁がないか、はい、抜けています。おそらくディメンションチェイサ ー、 うわー、ロードロップキック、ロードロップも当たっている、当たりました。そしてジャガーステップから投げ、これは危なかったですね、ピンヤ、うん、ここは冷静、はい、あの投げコンボが決まってしまうと逆転もありえますからね。抜けてスマッシュックをちゃんとガードしてからの、アサスの切り返しで、はい、はい、うん、お見事でした。冷静です。ジャックナイフエルボー、今度はジャックナイフエルボー踏み込んで打ってるので、ガードが高くなったんですが、ここでようやくカウンター、トルネードかわしている、追撃がかわしています。太平洋しかし壁際に追い込まれている。あ、なるほど、しゃがみついてのトンネードカタストロフィー、なるほど、うん、一発止めだった時にもシームレスに2択に移行できる動き、ね、あ、そうですね、はい、ウォーハウンド。さあピンヤペースで2試合目進んでいま す、 です、ね、いいリズムになってきた、はい、ちょっと手が出しづらいか太平洋。ホイレッチ打ち切れないですね、ホイレッチに対して大きなダメージを与えられないというか、うん、距離を取る、時間をかけてボディスマッシュが置いてあります。もううまい、これはね再三というか、もう先ほどもガードして反撃決めていますね。あ、なるほど、ちょっとライトを当てた距離が遠かったので、ジャブからジャガーフックに切り替えますね、はいはいはい、距離も見えてますね、うん、ジャックナイフを数にしては当たってないか、打ってる数にしては、確かに、はい、当たるようになってはきたんですが、ここで中段当て、こっちのジャックナイフノーマルで浮きますからね勝ち上げれば、はい、一度これ反撃があると、はい、冷静、あー、あー素晴らしい、太平洋冷静ですね、はい、非常に。ただそのシャイニングトービドで1残った瞬間にちゃんと前転で切り返してたので、はい、金谷選手もさすがですね。ですね。ブラックセーダー追撃、はい、あゆちガードクッションを出すようになってきました。カウンターではない、カウンターに見えた、そうですね、うん、しかしここのディメンション選手もしっかり抜けて、クーちゃんで取られた、ジャガック、そんなには減りませんが、ジャフからランニングジャガーボムに繋いでいます。冷静ですね、はい、熱波なし確認ストンピング、これはピンやそうですね、うん、おっと最近あれですね、はい、今日通して思ったらレイズドライブガードしても出るんじゃないですか。そうですね、心霊ステージはかなりいいですね、はい、まあ、どちらも火力であっという間に倒してしまおうという、うん、ことになりますが、どうなるか。ただやはりその今日通してそのコンボに行く機会はマスターレイブンの方がやっぱり多いですかね、いろんなところから、はい、うん、ありとあらゆる手を持っていますからね、うん、
今打ったのは、はい、ギロチンそのしゃがむ相手に対して浮かせられる、そしてガーツシュートは、はい、おっとこれはむしろ、うん、床を割るという目的だった、はい、と思うんですけど壁に当たっちゃいました、壁に当たっちゃいましたね、ちょっと不運でしたね。ディメンションチェイサー今度は通していって KO になる、投げキャラを投げ倒してますねそうですね、コマンド投げありとあらゆる投げで倒していきます、うん、1対1スライディングから床を壊してダメージを重ねていきます。アイアンフレイルが空振っているガスがここも空中ですね、うん、ガスが空中を捉えているので大きなダメージにはならないか、しかし壁が絡めば話は別、ローキックまでキャルボ壁際の攻防早いですね、はい、ホイレッジジャックナイフ太平洋うまい、うわーうまー、マジでこれめちゃくちゃ減りますよ、マジでうまいなコンボ、終わってますね、ラインに怪しいからの直シャイニング、はい、そうなんですよね、まあ、床を使って倒しきると、倒しきる、床を壊した後も安定でしたね、あれ本当ミスりますからね、いやもう全然ミスれますよ本当に、うん、ただの右投げになってマジで減ってないっていう、はい、よくある、すごいな、この土壇場で決めてきた、あれもまあアドリブだと思うんですけど、はい、あれってどうなんですか、その元から、はい、あれをやるって決めてたらジャイスイコマンドで、いやでもねスイング式ジャガーブームよりランニングジャガーブーム、いわゆるシャイニングの有力の技の方が減るので、いやもちろんそうなんですけど、はい、その多分あの体力だったらね、そのああそうですそう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 、それはそうです、ね、でもジャイスイに行かないってことは多分その状況を見て普段からこれは直割った方がいいなっていうのを練習してるからジャイスイじゃない、多分そうだと思います、はい、折り込み済みの動きだったらジャイスイにしてると思うんですよあれって、うん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 、シャイニングしてるってことは普段から練習してるんでしょうね、その浮かして直ラインに直シャイニングが多分床を壊すコンボでは一番減ると思うので、それはもうやばすぎますね。さあとんでもない逆転があってからの投げコンボ、ストラングルホールドまでこれ投げ抜けてきますね、3発目これはやばい、そしてアリキックですよね、はい、ネックハンキングがギリギリ抜けてますが、これはプレッシャーに打ち勝っていきます、ティニア、いやフェイント、うわーっとジャンプ、今ちょっとあれなんですか、トリックキックかなんかをジャンプでかわそうとしたんですかね、そうなんですかね、でもその2発目を、はい、ガードするために着地して何もしなかった可能性すらある、ああなるほどなるほど、ちょっと難しかったですね、これはヒットスマッシュガードでとりあえずカタストロフィーを返している、いやさばいて、これはレイブの火力であればそうですね、あ残ったか、うん、残ったか、最後はダーガーブローショータッパーで入れてきた、ね、状況あの状況下では、はい、変わらず神殿ステージ、いやでも本当に的を絞らせないのが上手ですよね、ピニャ選手あの手この手でいろんな技を当ててくるの で、まあ、レイブンのいいところでもありますよね、はい、いろんな動きいろんなムーブがあるというところで、まあ、国光とかと似た要素だと思うんですけど、はい、そのいろんな構えとか背向けとか、うん、いろいろある中で、まあ、メタルブーツやばすぎですこれ、かつ火力もこの火力ですから、やばい減りしますよ、開幕7秒で半分減ってますよ、はい、ここまで確定です、10秒経ちませんでしたからね、下うおっとシットスマッシュ、先ほどはねトルネードカタストロフィーで、まあ、ちょっと妥協みたいなところだったんですけど、今度は浮かしてきました ね、 そ、 うですね、まあ、そもそもやっぱりね、はい、その何発も打たれてってやっぱシットスマッシュぐらいだと、はい、このトパンガリーガーたちは反応してガードしてくることが多いので、はい、23とかだと思うんですけどね、そうですね、シットスマッシュ見えなくはないけど、そうですね、 ですね、さあちょっと攻めあぐねている太平洋の暴れん坊、相打ち、逆にピンヤがかなり動きが良くなってますよ ね、 すね、うん、私のバリエーションも豊富ですし、うん、リズムが、はい、いいですね、いいリズムです、シャイニングこれも抜けている、よく見ています、しかしスカシカクで見逃さない、これは床割れを狙いましたね、スイング式ジャガーボム、さらにあっと軸ずれの、うわーむず、はい、今の投げ抜けはさすがにきついな、さすがに難しいですね、カメラアングル的にもかなり、うんうん、見づらかったっすね、斜めのカメラアングルでしたね、はい、まさかのジャイスイでした、はい、フーキックを通してアリキックダメージをまとめたダメージ、ここで空中ではないジャガーフックカウンター、うん、そしてめすりません、ジャブからのランニングジャガーボムです、床をもうあっという間に全て破壊して右ジャブからのゴールデンヘッドバット、チャンスですね、アリキック削りきった、決めにいった、はい、このラウンドを取れば太平洋の暴れん坊並びます、うん、うわいいシャイニングだったんですが抜けているピンヤ、このジャイスイも通らない、
やはり一筋縄では投げは取りませんね、うん、そしてモータルエルボー2発目のカウンターから一気に組み立てていく、手が出せない、ようやく切り返す、しかしターンが渡ったわけではありません。どうする太平洋、ローブローで徐々に知識圏に近づけていく、さあ分からなくなった、投げコンボがいつ来るのか、狙っていく、ここでスタンディングアキレスホールド、どうすんの、どうコーピオンデスロック、どこまでやりますか、サソリの毒70は減る、さあレイジがあるぞ、空気くっ、有利フレームから暴れを許さない、いやもう本当、はい、最後まで太平洋安定、あれもねその、はい、あのレイジドライブがあるので、はい、ステップを見てから投げコンボをしゃがもうとする気が失せるっていうのはあるんですよね、そうですね、はい、あ、まあ、それは、うん、あのレイジ状態の時のキングの強みでもあるので、はい、うん、そこから投げコンボからの、あれ多分ロメロスペシャルだったら KO だったんで、多分両パンボタン連打してたと思うんですよ、そうですね、だからこそ右のスコーピオンデスロックが通りやすかった、うん、そうですね、はい、さあしかしここで泣いても笑っても最終決定戦ゴーハウンド、やはりピンヤは、はい、無限ステージですね、うん、ブラックルセイドに確定反撃返しています、太平洋トルネードカタストロフィー、それでも行かなければならない、多少リスクはでかいような気がしますけども、しかしそれでも打たなければならない、でも冷静ですね、はい、ちょい左横移動からの浅捨て入れ込み、はい、一段先生は 1P 側ドーナツ USG ピンヤのマスターエイブン、うまい、すげえうまい、ボディスラッシュ、これは大きなダメージになるぞ、バサカスピン減ってる、はい、細かい技で太平洋の接近を拒みます、ピンヤスカシカクテエルボーインスタンプ、エルボーインパクトですね、打ってきた、ゲダン追い込まれたのは太平洋、残り1ミリ、ここは削っていく、伸びるロックキック、無限ステージでのこの安心感がピンヤありますね、はい、かなり守れてますね、うん、ブラッククルセイダーダメージ勝ち、これは軸を見て拾えるやつ、見事このマスターレイブンの連動、はい、とんでもないヘリをしました、ガードしている、ガードを固めますが、ここで下段駆け抜けるか、ピンヤ、うわーどうだ、いやまだ分からない、ブラッククルセイダー、最後は3立て、いやお願いします、はい、このようになりました、はい、このブロックはですね、一番下 A ブロック、はい、チームハイド破壊王が4勝0敗プラス8ということで、うん、1位単独1位、はい、そういう意味で2人とも、はい、さあどうなるか、ピンヤ隊長太郎、1P 側にジョー太郎のノクティス、はい、そして 2P 側右側に、ピンヤのマサレブン出ましたね、そして、はい、無限でが引かれましたね、これランダムで、はい、そうですね、ピンヤ選手がそのよく選ぶ無限ステージですけども、はい、まあ、どちらも防御がうまいプレイヤーなので、なんか無限ステージであれば、あるいは守れるのかなというところでありますが、スタートしました、はい、どちらも2勝2敗同士の組み合わせとなっております、どちらかが勝てば3勝2敗になる、一歩リードになりますが、まずは先手を取ったのはジョー太郎、デルタスラスト大会では使っていくと言っていたこのゲームのより、さあどうなるか、まず序盤は、はい、ジョー太郎リードですが、ただねこれやっぱり平地でもマスターレイブの火力があるのがポイントですよ、はい、うん、そうですね、これで、ね、うん、そうですね、追いついてきた、たった1発のダメージで、あ、そして緊急戦、キャラクター差はあまりないように思いますが、どうでしょう、そうですね、まあ、その火力パワーの部分はマスターレイブンかなと思うんですけど、はい、やっぱりその中距離、はい、近距離のところの圧力は、うん、ノクティスもこのと、ね、非常に高いものがありますから、はい、これ削り合いのところを持っていければいいですよね、はい、接近戦がキーになるか、まずはショータッパーで取っていた、うん、ナザー・ジョー太郎、まあ、マスターレイブン機動力はありますけど、はい、あの人もその前々両番とか、うん、いい技いっぱい持ってるんで、はい、機動力を追いかけるような技もたくさん持っています、どっちかというとやっぱり内側に入ってきて、はい、こう触り合うタイミングでの、はい、ピンヤの得意技の肘ですよね、あ、はい、はい、肘膝攻撃、そう、あとジャックナイフルボンなどなど ですよね、試合を組み立てたいところではありますが、このダメージ重視、大きなダメージ取っていきます、先端ガード左行こう、おそしてトルネードカタストロフィー強気に打ってきます、やはりピンヤといえばトルネードカスタストロフィーなどの、あーとレイジトレイブ、これはどこまでやらせるか、体力は逆転している、だまだ残っている、中断、なるほど、うん、攻めきから2択、はい、1ラウンド奪い返します、レイジドライブの強力さっていう点でやはりマスターレイブンですよね、はい、そうですね、威力も高いしコンボにも行けますもんね、そうですね、発生も早い、そのリターンの高さではマスターレイブに分がある、うん、このこととしては、はい、ドライブはやっぱが壁がないとね、ちょっと、あ、そうですね、ちょっと出しっぱなしになってしまうというような印象がありますが、うん、なりづらい、ピンヤがここでレイ状態、しかし体力差大きく開いています、ニュートラルガードから待っていたように RP
左アッパー、ショートアッパー、ショートアッパーで結構決める試合が多いですね。ジャックナイフでカウンター取られないようにフレーム開けないようにしてますよね、はい、ジョータロウが。あと内側に入ってくるところに、はい、まあ、右パンチ、うん、こういったところを気をつけていて、ケアしている。ピンヤにやっぱり事故らされないってことを本当に注意している。あ、なるほどなるほど。だから懐に入ってくるとかなり強力な威嚇が待っているので、そうですね、魔力もあるし、はい、それをまずはジョータロウ側は止めたい、うん、まあ、でこう体力リードすれば止めやすくなっていくんで、はい、これですね、このシチュエーション、はい、これでまあ気をつけていくっていう、はい、こうなると逆にピンヤワが苦しい展開です。内側に入ってくるのも合ってますね。はい、あ、そうですね。これをかいくぐりつつ自分の得意な2択をかけたいのがピンヤですが、レイズライブ、これは空振っている。冷たいショートアッパーで、まずは先生はジョータロウ。ジョータロウやりたい試合になりましたよね。そうですね、序盤にまあうまく削ったり、うん、はい、まあ、コンボ指導をうまく決めて、はい、体力で取ってから内側に入ってきて、はい、なんとかこうカウンター狙ってくるピンヤに対して冷たいショートアッパーで技を置いて、はい、それを許さないようにしていく、簡単取れないようにしていくっていうところで一番やりたい動きですね、はい、うん、ちょっとピンヤが入りづらそうですよね、その技のうちに対して。そうですね、そうするとやはりタイミングを変える必要が出てくる、うん、まあ、もしくはステージを変え、はい、狭くしたりとかして、まあ、やっぱりそのノックのリーチ長いところにこう突き合わされてるっていう展開続いてるんで、はい、まあ、狭くしたりとかして、うん、まあ、壁に追い詰めてなんとかするとか、まあ、距離感を変えてってことですね。そうですね、あとは壁を使った連続的な攻めで火力を押し付けていくとか。なるほどなるほどなるほど。そういう方向に持っていけた方がいいかもしれないですね、はい、割とその無限、はい、なんかジョータロウに分がありそうな感じでしたね。ピンヤがチャンスを作れない、はい、ジョータロウが終始落ち着いてる展開でしたよね。さあ、それを受けてピンヤ2試合目、ここからはどちらも負けられない戦いが続きます。トップ先生にするにはどうしても1勝が欲しい。ここからステージをどう選んでいくのかちょっと気になりますね、はい、やっぱり壁を、そうですね、選んできました、ね、うん、広めの壁ありステージというところで、うん、やはり運べるというところも意味してですね、バイオレットシステムズが選ばれています。まあ、ノクトはやっぱりその壁コンボの火力自体はそこまで高くないっていう、はい、あ、なるほどなるほど、というところもありますから、はい、まあ、仮に壁に押し付けられても、まあ、壁攻めは強力でも壁コンボ自体はというところですね。そうですね、はい、ショートアッパー、先ほどと同じような展開を作りたいジョータロウ、それを切り崩したいピンヤ、さばいている。ここはチャンスになるが壁ですね、これです。アメコさんの言ってた大ダメージコンボ、当然やっぱ最大運びしてくるっていう、はい、当然のことでやってますけど、当たり前のように本当に最大運びしてくるんで相当難しいですよね。そうですね、やっぱその調整しながら攻めけに行かないとグレムリンズルといけないんで、レジャブ、いや、しかしメイルシュトローム足元、おお、ケーだから一気にニュートラ両番っていう結構特殊な、はい、入力方法で、ただリーチが長かったのでそのまま刺してきましたよね。それも狙いがあったのか、まずはショータロウをラウンド取ってます。そしてショートアッパーからのシフトブレイク、結構うまく使ってますね、はい、うん、ショートアッパーからシフトブレイクを出した時のヒット率がかなり高いんですよ ね、 高いですね、昨日からも高くて、うん、あれを散らされるとショートアッパーからの蹴りはなかなか難しいんですが、ここもショータロウのスペースになっている。ダメージした、はい、ちょっと高かったですね、攻撃にならず、いや、しかしこれも避けて、うまいぞ、見逃さない、伊勢マシモト暴く、おお、なるほど、うん、ちょっとピンや 手を出せない状態が続いていますね。そうですね、はい、単純にやっぱりその、はい、立ち回りの部分でこう、はい、ジョータロウがペースを作ってる感じしますよね、はい、このボディスラッシュも続く。さあ、ピンやにちょっと迷いがあるか、3発目前、あえて出し切っているっていう、なるほど、反撃もそこまで高くないということで、うん、いや、しかしここでようやくジャックナイフエルボーカウンターヒットを奪っています。先ほどより早いタイミングで出してきたか、ま、マジか決まってしまう、今のルートやばいな決まりましたね、今の壁の位置、はい、ちゃんと見て、はい、させて初段背向けから、うん、ウレムリングっていうルートはあれじゃないと多分倒しきれない、なるほど、ような状態だったんで、この状況下でもしっかりそれが見えている、うん、しかも結構壁近かったから難しいと思うんですよね。そうですよね、はい、うん、素晴らしい、いや、しかしこちらも負けていません、ラインを押し上げている、ちょっと早すぎたか、タイプは同じぐらいですが、ピンヤが壁を背負っている状態です。追い込まれています。ドーナツ USG ピンヤ対する魚群ジョータロー、ここでレイ状態ですが、うん、削ってきていた。これでファイナルラウンド並びます。徐々にペースが上がってきたか。ピンヤやっぱ当てたい技、その浮かせ技っていうところをしっかり当てられているラウンドで、はい、まあ、うまく優先進めている。そうですね、やはり先ほどから言っているようなダメージで、うん、大きなダメージを取っている。ただそのダメージの選択肢も素晴らしいですね。この選択肢、ここでようやくガード大きいですね、はい、
ガードが固くなってきたかピンヤ。しっかり待っていた、はい、あえてね普段なら出さないような2発目ですけれども、はい、もう人読みですよね、はい、それに対して城太郎も人読みで、はい、出し切るかもなというのを用意していました。そしてデルタスラスト下段打っていました。ガードしてわからない、レイズも速い、ああ読み切った、読んでいる、トルネードカタストロフィー通じず、これで城太郎が2連勝。最後もまあ気合いの部分ですよね、はい、単純にもう、はい、あそこは 2V1、2択仕掛けて勝ちに行くっていう動きだったんですけども、はい、まあ、それを本当食らわないように技で嫌ったりとかってことはよくできてますから、はいはい、そうですね、ジャック・マイケルもまだカウンター1度だけです ね、打ってる回数に関して言えば多いんですが、やはりその警戒が効いているか、城太郎2連勝で迎えています、第3試合。ブラックセイダー、ガードしています。一球戦。さあ、この城太郎を崩すためにどうするか、ピン屋としてはやはりタイミング変えたりとかは必要になってきますかね。そうですね、ただやっぱその、うまいんですよね、入ってくるところにこの右パンチっていうところ、はい、これですね、これ徹底してるんですよ。はい、だからそのタイミングを変えても、結局内側に入った距離見て打ってるんで。あ、なるほどなるほど。うわ、うま、うわ、クイックスタップ、ここでカウンター取ってきます。なんかこうピンヤが前に来るタイミングが分かっているような技打ちですよね、うん、このタイミングでピンヤが入ってくるというような2発目、はい、打っています。おお、これはうまい、来た、ここはピンヤもさすが、さばけないこの剣での下段、はい、2発目もあるんですが、うん、読み切りましたね。そうですね、一発止めで来るだろうと、ボディスラッシュを返してレイジャース KO、 ピンヤが1ラウンド先制します。出し切り、これね、おっとやっぱね、お互いなんですよね、これ、はい、完全にもうもういいやったるぞという、お互いにやっぱり普段はやらない、はい、からこそやる、ね、やる、おお、逆の選択肢、やっとこれは空中を捉えていたか、シャドウし出す、下段をガードしています。壁に追い込まれてるな、ピンヤ、しかし脱出を図る、剥がれる、剥がれました、予期せぬダメージが、ここは削り切っていく、壁際からその予期せぬ技で脱出を図ったんですけども、くしくも拾われてしまった。おっ、まあ、まあ両対応、はい、そうですね、ロイヤル1、2発目にも反撃になるし、はい、空中来られても関係なし、潰せると、しゃがんでトルネードカタストロフィーをちょっと当てて、壁がちょっと壁との軸は悪かったですね、はい、悪かったですね。させてからスライディングに行きます。そして拾っているが、やはりまた壁位置がちょっと悪いか、ウォーハウンド、壁を細かくいく、間に合わない、抜けている、今のタイミングで抜けました。ジョータロも集中しています。 3-0 が見えている。ジョータロ相打ち、シフト、嫌がらせてますね、はい、あーどこ行くの、いや、うまい、うまい、結果うまい、振り向きからダメージ、置き攻めもあります。どうする、はい、置き攻めどうする、ピアッシングスピア、起き上がらないですよね、はい、うん、これでジョータロ勝利にリーチ、ピンヤ追い込まれました。やはりこの T2 リーグ苦戦を強いられている。そうですね、はい、ここで盟友城太郎、はい、勝手に知ったら城太郎がその知識を生かして、はい、3-0が見えてきている、さっきは一発目だってした、はい、そこに反撃を決めたんですけど、はい、今回はあえて打ってきましたね。あえての選択肢がかなり効いてきているか、ピンヤ追い込まれているぞ、ここは大きい左アッパーと右パンチで嫌がって、はい、来いよっていう感じですね。城太郎が守り体勢、ここに対してピンヤ手はあるのか、ショートパン送らせて出てくる、いやーー最後はローキックで冷たい、これで城太郎が勝利。やっぱその平地でもコンボが減るっていうこのマスターレブンの強みが、はい、しかも機動力もあるんでね、生きるという、はい、さあいよいよブロックへの最終戦が始まります。ドーナツ USG ピンヤ VS チームハイド破壊王、マスターレブン VS アーマーキング、うん、ただもうやる気じゃねえと2人ともなってますね、はい、まずは接近戦を仕掛けています。破壊王果敢に攻める。さあどうなるか、お互いに足元を蹴り合う展開です。中段、はい、まあ、確かにでもこのあれか、はい、スマッシュフック自体はかなり打ちやすいんですよね。はい、そうですね、これ反撃でちょっと立ちの反撃ならばってことですよね、うん、ローブローではなく、まあ、あーなるほど、まずは急所切りスタナーで1ラウンド先制は破壊よ。だからローブローっていうのは抑えめにしながら、はい、うわプレッシャーからのトルネードカタストロフィー、おーしっかり安定割り込んでいます。
やはり先ほどの城太郎選手との試合とは違って、あかん緊張してないようには見えますね。これはかなり良さそうですね、はい、もうやるしかないぞっていう、動きは滑らかです、うん、デスサンドを出してきたぞ。先ほどまではなかった選択肢、技で追い払えてますよね、はい、ピンヤとしてはこの技で押し返してくるところに、はい、おお、フライングフォーアームズ、これはやる気ですね。破壊王空振りしてもリスクの小さめな、はい、技で中段突進技ですね。まずは今日つく形でリーチをかけている第1試合、1試合目、いやー来た、カウンター、地獄突きカウンターからのアッパー昇天、地獄突きはマジで強い。これ確定反撃なくなりましたもんね、地獄突き打ちやすくなっています。まあ、ブライアンの膝強い番ですよ ね、 単純ね、そうそうですね、単純にしかもそこからのダメージもかなり高いですから。ブラックテーダー、これは見ています。ジャブから投げを、さあどうだ、いやジャックナイフ、よく打ちましたね、はい、まあ破壊王が前のめりなのでジャックナイフも、そうですね、破壊王ももうこれも決めに行こうっていう動きだったところに、はい、しっかり回ってた技、ジャックナイフルボーカウンターヒット、トルネードカタストロフィー、このまま流れをピンヤペースに戻せるか、引き戻したい、今は破壊王ですか、近距離戦プレッシャーがあります。そうですね、捨て捨てかなりプレッシャーがありますが、しっかり落ち着いている破壊王、ロキックかなり細かい技、どこで来た、ここで来た、投げコンボ、投げ飛ばして3つ目は抜けています。ほぼ5分かー、どうだ、緊張感のある近距離、じゃあ近距離で何もしないプレッシャーのかけ合い、手を出したのはピンヤ、しゃがんで、しゃがんでる、どうだ、ドライブだ、ドライブだ、よく打ちました、この緊張感の中で、はい、素晴らしい切り返しです。ピンヤ並びます、1試合目、わあ、やりにいった裏切り、このラウンドさえとピンヤが取ればもう破壊王の、そうなんですよ、 T1 リーグ進出がなくなってしまう大事なラウンド、ロブル打つ、やっぱ打たないとダメだよな、メタルブツ、うわどうだ、ほぼ互角の状態、ここで体力逆転、追い込まれている、1試合目ですが破壊王が追い込まれている状態になった、中段奥、緊張感ある技打ち、不用意に技を打てない、緊張感が伝わってくる、おお、急所蹴りしたら、しかしレイジですよ、先ほどのレイジドラムが、もう1回いたが急所蹴りしたな、しのいだ、しのぎました、まずは一つ目の難関をクリアしていけば破壊王追いかける形となっています。道達優勝時ピンヤのマスターレイブン、マスターレイブン、初戦でランダムで神殿で、はい、わーっつって勝つよりは多分厳しい戦いで初戦勝った方が、はい、まあそうですね、破壊王にとってはもしかしたら良かったかもしれないですよね、はい、ただこの1勝してるのにもまだプレッシャーがかかる3連勝という、相手は道達優勝ピンヤ、過去の酷な戦い、 T1 リーグに向けてまずは1勝目破壊王、近距離戦打ち切っていく、カウンターですね、リードはピンヤ、やはり互いに動きが非常にいいですね、あえて打ってきました、はい、うん、追いかける形となります破壊王、まずシャドウニードル出してきました、投げをつかませないジャンプステータス、うわーっと膝カウンター、これは高い火力をシャドラリスタート、そうですね、火力を伸ばしています、減る、いやーこれは減るぞ、切り返している、うわ今のちょっと牽制キック危なかったんですが、ここでコブラクラッチ投げ飛ばし、3つ目はトリプルパンチ KO、 減る、まあ、まあ、ほぼギリギリいい、ぴったりぐらいだ、ぴったりぐらいのね、はい、カウンター拾っている、減りません、こちらも平地のダメージ、ハイキックカウンターのダメージではない、ハイキックカウンターですからね、はい火力ではどちらも五分といったところか、平地のプレッシャー、体力リードはドーナツ SG ピンヤ、2P が伸ばされる、まずは牽制のキック、いざ踏みつけていく、クレイジーストンピング、ダメージをさらに伸ばすプレッシャーから、ここはそうですね、先ほどの投げコンボが2用ので試合始まる、ドライブ中段あるよ、どうするの、ガード待ってた、よくぞガードした、今一瞬ステップインを見せたような破壊を襲いましたよね、はい、モータルをガードしている、1ミリ、よくぞシャガパン打ってきた、いやでもしかしピンヤの選択肢も素晴らしいですよ ね、
普通ならば、はい、当たっているような動き。破壊を2試合目でリーチ。おお、これは減るぞ。これ減りますね。うん、先端だったんでコンプ減るとかレベルじゃなかった。バーサーカースピードが減るとかレベルじゃなかった、はい、しかしすぐさま追いつける。すぐさま追いつきます。出し切り出し切り相手の引き1ミリ。しかし1ミリ残っている。ローキックかもしれますよ。プラスな、これは引っかからない。冷静、再びファイナルラウンド追い詰められたと思っていい。追い詰められてトリックキック、ダメージを取りに来ました。そしてトルネードカタストロピー、おそけり、マジ、あ、シャドラリ、偉い。これは減りますよ。偉すぎる。減りますよ。マジ最大です、これ。マジの最大。マジの最大。めちゃむずいですね。デスコンボですね。この土壇場で破壊を決めてきた。さあどうなる。体力がほぼ降格の状態。どちらが取る。ナイスカード。緊張感なる。技の打ち合い。お互いにマジでギリギリだ。当たらない。ここで来た、中尾、しかし抜けています、読み勝つ。ドーナツ、エース、ジュン、ケンヤも、あ、失礼、ピンヤも読み勝っています。あー、投げ込む盾にした中段だ。できるの、できている。ランディングクロスタイバー。破壊を T1 リーグ進出まであと1勝。いや、でも、トルネードカタストロフィーに対して、さらに上げてやろうっていう方が、はい、もしかしたらいいのかもしれないですね。はい、そのダメージが取れたときにそのままごっそり、まあ、壁の攻めもあるし、はい、ただその壁際の、ね、攻めもジャブジャブからのカウンター狙いの3段などもあるので、はい、やった。どうなるか。破壊王にとってはもうこれが最終戦といっても過言ではない。なんとか抜けましたが、はい、掴まれてるのが嫌ですね、はい、壁がある。バイオレットシステムズ、まだ今若干破壊王側に壁があります。細かくいくローキックの打ち合い、体力リードを破壊王。緊張感ならなか喧嘩キック、よく上よく上が、うわぁ急所にいたマジっすか。攻めを継続させません。よく自分背面って判断できましたね、はい、判断できましたよね。あれ相当の専用技なんですけど、はい、強い技打てれば強い技、はい、横移動されたことで、はい、LK を連打してあのまま攻めを継続させないというしましたね、はい、あえて出し切りましたが、しっかりとトラムを知ってると。そして DDT、ここまで確定です。デンジャラストライバー天竜デンジャラストライバー天竜です。トリックいやーマジか、勝てこれが破壊を持ち味生きてましたね、破壊王。謎の硬さ、しかもやロボブロ、そうですね、今のガードにボディスラッシュが返せれば、うん、そうですね、はい、さあ破壊王が T1 リーグ進出まであと1ラウンドとなりました。追い込まれたのはドーナツ TT ピンヤトンビグ、やべえ、強すぎる、これは強い、最強これは強い、だーナイコンボね、ボボてます、ギリギリのところ、しかしレイジに追い込まれています、ピンヤとかない、しかし火力がある、そうですね、火力生かしたい、はい、ガードしています、ロボロ、うわ、チュラ、ロー、キック、勝ったのは破壊よ、いや、これは文句なしだわ、っていうか、上太郎戦、何だったんだよ、お前。あ、いや違うんですよ、あかん緊張してた、緊張絶対緊張してたよね、あかん緊張してたんですけど、いや、これ、らしいプレイ出ますし、はい、まずは A ブロックからですね、うん、1位、これは得失点がね同じ5勝1敗のプラス8なんですけれども、はい、直接対決ルールの優先順位によって1位はチームハイド破壊王選手です。 T1 リーグへ進出おめでとうございます。そして SER 選手5勝1敗プラス8、はい、こちらが、入れ替え戦ですね、うん、次期 T1 T2 入れ替え戦です、3位が、4勝2敗城太郎、やはり後半の盛り返しがすごかったですね、うん、逆に言ってしまえばこの SER 戦で、初日の SER 戦でねその有利と思っていた組み合わせ、ここを勝てていればそうですね、というところになっていったのかなと。ここもやっぱり難しいんだな、うんうん、3位が城太郎選手です。残留です、はい、T2 リーグ残留、続きまして2勝4敗が3人おりますね。マイナス2の太平洋の暴れん坊が T2 リーグ残留です、はい、うん、そしてマイナス2のマイナス6ですね、うん、ドーナツ USG のピンヤも T2 リーグ残留、うん、いやこの結果ちょっとね新しい風ですよね。 T2 リーグを今まで総なめしていた、うん、ね、ここまではやっぱ T1 上がっては見た上がっては落ちみたいな感じのピンヤがかなり苦戦させられましたね今回、うん、上がっては落ちだったんですけど落ちた T2 リーグの2大会の通算成績が11勝1敗だったんで、うん、いやそうですよね、ほとんど負けなしだったんで、うん、そのピンヤが2勝4敗全体レベルの向上を感じます、はい、そして、残留戦ですね、うん、次残留戦を、行うことになったのは2勝4敗ハズレメタル、うん、マイナス7とはいえ、ね、予選から上がってきてですからね。そうですね、うん、確かにその
一歩上に上がれたっていう見方もできますね、はい、今大会で。そして残念ながら降格となってしまいましたのはタリスカッター選手です。こうして見ると、ね、その内容悪くないんだなっていうのが、ね、見て取れるじゃないですか。2勝3敗並んでるんで。そうですね。そしてゼロ勝が1回もないっていうところで、だからね、その1勝5敗なんですけど得失点がマイナス4っていうところで、そう悪くないですよね。だからそれは本人も言ってたじゃないですか。その序盤はいいんだけど後半巻き返されちゃって結果黒星になっちゃってるっていうところなんで、まあ、本人その課題をこう、ね、次回ぜひクリアしてオープン予選クリアして勝ち上がってきてもらいたいですね。はい、はい、という結果となりました。 A ブロック、チームハイド破壊王選手おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして B ブロックですね。はい、 B ブロック今見ていただきました。B 君選手が4勝2敗のプラス5、得失点わずか、まあこれね一応1、はい、プラスということでペコス選手にプラス1取りまして T1 リーグ進出です。おめでとうございます。おめでとうございます。そして同じく4勝2敗ですがプラス4のペコス選手、2位で T1 リーグ T2 リーグの入れ替え戦ですね、つまり今回決まった入れ替え戦の面々はこのペコス選手とSER 選手っていうところなんで、やっぱりこれまでの情勢とはちょっと、はい、そうですね、違ってきてるなと。そして3位、3勝3敗プラス1の用心ボーイ選手ですね、はい、ここ3勝3敗3人いるんですね。しかも1点ずつ差、確かに本当にですけど、まあ、言ったら用心ボーイ、青、マサっていうこの3人はそのいよいよトパンガリーグ、その子さんというか昔からずっとリーガーたちでいる。だって T1 に行った人たちが結構苦しんだわけだからね。そうですね。用心ボーイがプラス1で、3位、そして4位がマサで3勝3敗、はい、プラマイ0、そしてトパングリーグを何だったら優勝したことがある青が3勝3敗マイナス1、厳しいですがここまでが、残留、ということで、残す2人が2勝4敗。カレーはね最初のスタートが2勝0敗プラス6だったところから、いやそうですね、プラ6からこれはきついな。そうですね、今日の戦績がね言ったらその0勝4敗マイナス8なわけですから、やっぱりその初戦の初日の結果っていうのは分からないもんだなというところですね。カレー選手は、残留戦ですね。残留戦ですね、はい、はい、T2 残留戦、つまり残留戦はこのカレー選手、そして A ブロックのハズレメタル選手、そして、特別参加のノビ選手、はい、チーム山さんののび選手の3名で行い、負けた1名が、オープン予選トーナメントにオンライントーナメントに落とされます、はい、そしてこの B ブロックで脱落するのは GPG ゼウガル4勝2敗、得失点がねプラス5もある、あごめんなさい、ゼウガルですよね、マイナス7ですね、はい、はい、2勝4敗、マイナス7という、まあ、初日 の、 あの負けが響いたのかなというところで、今日で見ればね2勝2敗なので、はい、やっぱこっちの B ブロックはねその A に比べてかなりその上と下の差がない。いやそうですね、本当に一勝違ったらもう全然一勝というかその本当にあれですよね、ポイントが1違うだけでも結構変わってくるっていう。そうなんですよね、そういうレベルでしたけどね、というわけでゼウガル選手もタリスカッター選手と同じく脱落でございますが、オープン予選オンライントーナメントをぜひ次回頑張ってまた戻ってきてもらえたらなと、はい、2勝してんのにダメだからね。そうなんですよねきついよ。そうですよね、はい、もしかしたらゼロ勝っていう選手がいたかもしれない中で2勝で脱落、いや非常に厳しい、という結果となりました、はい、今回の T2 リーグさあ、というわけで、はい、これにて T2 リーグ全ての工程を終了いたしました。というわけで次回はですね、ちょっと日付が空きまして来月の2月11日12日、13日金曜日スタートなんですよね。一応祝日なんですけれども、ぜひね次回を、見ていただける方はちょっとお忘れないように、金曜なんでね、はい、はい、ぜひ。なのであとやっぱちょっと楽しみにしたいのが、T1 リーガーたちがこれで決まったわけじゃないですか、中でその対策期間2週間あるんですよね今回。あ、今回結構間が空くんですね。そうなんですよね。だからその T1 の面々見ていきましょうか。はい、 T1 の面々、はい、お願いいたします。 T1 の面々はこちら。はい、はい、ありがとうございます。このようになりました。はい、下がね PHY クリーン、黄色文字、ドーナツ USG ゲン、魚群ダブル、ドーナツ USG ランチュー、相手ミキオが上がったんですよね、ミキオとノロマが、入れ替え戦でミキオと勝利を果たして、相手をミキオとクラスゲームズのノロマ、そして、この T3 から見事昇格を果たしたのがチームハイド破壊王、そして B 君、となりました、はい、この8名で2月11日からの3日間 T1 リーグを争います。いやでもこうして見ると結構メンツ変わったよね。変わりましたね。そうですね、やっぱミキオノロマっていうのが T1 リーグ初出場、破壊王B 君も初出場、
おお、上4人と下4人で、まあ、フルカブと新しい顔。いや、そうなんですよ。っていう感じになりましたね。この形式の良さ出てきたって感じですよね、そういう意味ではね。そうですね、確かに確かに。いや、ちょっとね、その、このメンバーの結果だけじゃなく、T2 リーグとか、オフライン予選トーナメントとかでも、やっぱその、勢力図の変わってきてるっていうのを感じ取れる、感じがありましたかね。確かに。うん。さあ、以上8名で争います T1 リーグも皆様ぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。優勝者はね、一体誰になるのか。やたら上の4人強えな。上の4人の強さがねやばいっすよね、これ。ちょっとね、もうチクリンゲンダブルランチュー、オーラが見えますもんね。いや、これをこう下から上がって、まあ、やっぱいつも毎回こう入れ替えには成功するけど、そのやっぱもともと T1 にいる、はい、ね、化け物どもにやられるっていう、そうなんですよ、ついてるじゃないですか。そこにこう風穴開けてほしいですよね。そうですね、はい、日本鉄拳界の頂点 T1 リーグ、今から非常に楽しみでございます。優勝者一体誰になるんでしょうか。はい、こうね、チクリン選手が優勝するとね、史上初の連覇。あ、確かに確かに。ゲン選手が優勝すると王座奪還。チクリンが優勝したら、だってね、鉄拳オンラインチャレンジもね、そうなんですよ、勝ってるから。もうだから国内のでかい大会4大会連覇になっちゃうんじゃないですか。そうですね、まあ、昨年度結果として見るとやっぱりチクリンが実は一番勝った、ゲンを超えてでかい大会で優勝してるってことで。そうですね、3連覇になるのか。そういう意味ではやっぱり今回ゲンのリベンジね、リベンジね、楽しみですよね。そうですね、はい、はい、というわけでボリューム満点でお送りしてきました、この2日間トパンガリーグクロス鉄拳7シーズン5の T2 リーグをお付き合いいただきまして、皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ2月11日からのシーズン、ごめんなさい、 T1 リーグの方もお付き合いいただけたらというふうに思っております。はい、では2月11日15時から行われる T1 リーグでお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。Yeah. That type of pride ain't good for me.